皆さんこんにちは、はい、始まりました今日はちょっと番外編というかここに行ってきます。神戸ですね。バイオパークにスナネコが来るので、実際にですね神戸動物王国さんのところに行っていろいろな引き継ぎをしに行こうかなと思っています。バイオパーク結構肉食獣なかなか飼育したことないので、まあ、実際に飼育している展示場とかを見て、まあ、バイオパークの展示でも活かしていこうかなということで、出張に今から行ってきます。レッツゴー。締め切りでございます。はい、獣医の依田さんです。どうも、初登場。はじめまして。初登場です。はい、神戸空港に着いたので今からモノレールですか。はい、モノレールに乗っていきます。あ、これか。え、これおー、すげえ、もういるじゃん。うわー、すげえ。え、こんなでかいの。すげえ。うわ、すげえ。すごい。大きい。はい、着きました。はい、これがスナネコの、神戸動物王国さんのスナネコの展示場ですね。こちらが、はい、マフ君がいます。で、他にも神戸動物王国さんでは他の動物たちがいるので、ちょっと映していこうかなと思います。はい、ハシビロコウですね。ハシビロコウ九州にはいないです。結構獲物を待つのが特徴的な大型の鳥ですね。なんか夜間ですあの全然大丈夫ですよ。問い合わせで、はい、元気ですかとか。かわいい。ほら、マフ君。ナスの4姉妹って誕生日が違うけど、やっぱ結構運動させるようなあれしないとですね。それではですね、研修が終わったので、長崎の方で待ちたいと思います。中山さん、はい、ありがとうございます。どこまで上がってくる？はい、これ見ながら。はい。まだかな？はい、出た。はい、閉めて。見えます？でも警戒がすごいですね。うん、腰が引いてるもんね。シャドって書いてる。怒ってるらしい夫婦。砂漠の天使ですよ。天使がこういう。あ、はい。ゆっくり閉めてください。あ、戻りかけてます。閉めた。いいよ、閉めて。ゆっくりゆっくり閉めて。はい、OK です。はい。食べてます。めっちゃ餌食べてる。
ちゃ食べるじゃん。完食しよう。こんな食べるんですか。もうほぼ完食ですね。お、すごいすごい。あれ取ってん。